さん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。出ました。出ました。速報。トレード。トレードだね。はい、速報出ましたね。はいはい、まあね、速報おじさんって言われてるんだけどさ、うん、ちょっと遅れましたけど。ちょっと遅れたけど速報、ね。ちょっと仕事でバタバタしてて、ね、まあ知ってはいたんだけど、うん、ちょっと動画を撮るまでにはね、ちょっと時間がなかったんで、やっとこのここに座れましたので ね、 そうだね、はい、ということで、はい、まあ、中日と西武の間で、うん、まあ、トレードということでね、はい、で中日の方は高松渡る、うん、まあ、内野手で24歳、はい、西武の方は川越誠司、はい、ね、外野手という30歳ということで、うん、はい、まあ、特徴といえば、うん、ね、高松はもう分かってるように、まあ、足のスペシャリストというね、うん、あの、まあ、とにかく速いという、ね、50メートルが5秒8というね、うん、まあ、俊足の持ち主で、うん、まあ、内野手ということだ ね、 ね、よくね、最近でもダイソーとかね、よく起用されてたのを覚えてますけど、まあ、ダイソーで、ここで刺されるみたいなところで最近ね、うん、刺されてたりとかはしてたけども、はい、まあ、でもその足の速さとか、うん、まあ、走塁の勘だとかね、うんうん、まあ、そういうのはいい選手で、はい、まあ、内野手ということで、まあ、守る機会はほとんどなかったんだけどもさ、うんうん、これ守っていくとやっぱこう足を生かしバッティングを生かし、うん、まあ、まだ24歳っていうことを考えるとね、これから楽しみな選手かなっていうふうに思うし、もともとセカンド、まあ、そうだね、まあ、最近ではというかね、外野にもチャレンジしていたりとかね、あ、そうそうそう、まあ、ユーティリティであることは確かだよね、うん、まあ、それで、まあ、西武の方は、はい、なぜ高松に目をつけたかというのは、うん、やっぱ今年のキャッチコピーが壮観なんだよね、うん、はい、で走る魂という、うん、いうことで、やっぱこうどうやって点を取るかということで、うん、やっぱ足をこういろいろ絡めたいということで、まあ、高松の足がね、うん、まあ、おそらく魅力的だったんじゃないかなっていうような、うんうんうん、まあ、気はするよね。西武にもね、足の速い選手っていますけど、まあ、いろいろ、まあ、まあ、金子とかね、スペシャリストということを言えばね、うんうんうん、まあ、金子であったり、うん、まあ、源田も走れるし、はい、まあ、そこそこその盗塁の技術を持った人っていうのはすごく多くて、うん、若林選手、まあ、まあ、そうだ ね、 そうですね、だからそういう意味では、うん、いろんな選手からね、技術を盗むというか、はい、またコーチから教えてもらうという点ではね、うん、まあ、非常にいい球団に入るのかなっていうような、うんうん、まあ、そんな感じがするよね、はい、はい、で一方、はい、西武から中日に行く川越、まあ、まあ、ピッチャーで入団してるんだけども、はい、まあ、打者に転向してね、うん、で、まあ、うん、そうだな、まあ、長打が魅力っちゃ魅力だし、うん、まあ、外野手としてのその肩っていう強さ、まあ、ピッチャー出身だけあってね、うんうん、非常に、まあ、広いバンテリンドームでは、うん、やっぱこう肩の強さだとか、うんうん、まあ、そういうのっていうのはいるよね。なるほど、うん、それとね、やっぱ中日側からすると、うん、やっぱ左の代打不足なんだよね。なるほど。右でね、若い子はたくさん出てきてるんだけど、はい、左がなかなかいないんだよ。これ珍しいんだよね。他左余ってんのにさ、確かになんか右が足りないっていうのはなんかね、ちょっと聞いた覚えがありますけど、うん、左が足りないっていうのはさ、まあ、珍しくて、うん、でも川越っていう選手は、うん、やっぱ勝負強さも持ってるしね、はい、で持ってる雰囲気がいいよね、うん、でチームのムードを変えられるというかさ、はい、ムードメーカーにもなれるような、うん、まあ、そういった選手だよね、うん、で打席に立つ時なんかは声援とか声援の歌、はい、CM お線香、そうそう、ってみたいな、びっくりしたけどね、でもふっと笑うような、そうで、ちょっとね、みんなこう闘争心かきたてるような曲とかね、そうそう、持ってくような感じの、なんかちょっとこう、ね、ほっこりするような、ね、ほっこりしましたね、で、うん、あとは時の流れに身を任せ、ねえ、ああ、だからまあそういったその茶目っ気がね、うん、あるこうとんちが効くというかさ、うん、まあそういった選手だよね、ね
もうそれで覚えてる方も多分いると思いますよね。まあいると思うよね、うん、ただね俺がねちょっと懸念してることは、はい、中日って、うん、あのやっぱ長打力っていうよりも、うん、やっぱ足のチームにしていかなきゃいけないのかなっていうふうに感じるんだよね。なるほど。だからそういった意味では高松出して大丈夫かなっていう。やっぱねあそこはね、まあ、ダイソン出たりとかもしても、うん、やっぱ一本の長打で一挙ホームインっていうのができる足を持ってるしね、うん、で川越ってパワーヒッターだけど意外とね、うん、まあ球を遠くへ飛ばせる力を持ってるんだけどもさ、うんうん、ただバンテリンであの広い球場でどうなのかなっていうね、うんうん、だから守備に関しては肩とかね、うん、まあそういうことはいいけども、うん、まあ長打をあまり期待してないのかなっていうような気もするし、うん、だからそういった意味では、うん、このトレードは、うん、どうなのかなっていう。これはなんかそれぞれのチームに思惑があってハマる部分あると思うんですけど、うん、どちらかからとかいうのがそうだな。やっぱりね、うん、中日の方はなんて言うんだろう、中日から、うん、左の代打が欲しかったのかなというね、うん、まあそんな感じもするしね。で、うん、逆にじゃあ高松選手をどうですかみたいに言われて、うん、っていうところですか。やっぱ総根だからね、うん、松井一夫監督っていうのをさ、うん、やっぱ足のスペシャリストでもあったしね、うん、だからそういった意味では高松の足っていうのはすごく魅力的に感じたんだと思うよね、うん、まあ、それとねやっぱりねセーブが打てないだけにあって、うんうん、ピッチャーもいいしね、うんうん、で接戦になることが多いのよ、うん、で終盤どうやって点を取るかって言った時に、はい、やっぱ金子と高松2枚いたら、うん、相当相手は脅威になってくるよね、うん、高松が本当に足を盗塁という技術だとか、うんうん、まあ、走塁というものをすごく磨き上げた時にはね、うん、だから相当脅威にはなると思うんだよ、うん、で西武の今年の戦い方の特徴っていうのはやっぱこう接戦も多いし、うん、1点を取る野球に変わってきてるよね、うん、まあ西武打線って三国打線っつってさ、はい、豪快なイメージが、うん、そうですよね、ね、ホームランで点を取るとか、うんうん、でも今年はそういったわけにはいかないので、うんうん、やっぱ高松の足っていうのはすごく、うん、まあ、有効的だなっていうね、うん、まあそんな感じがするよね。なるほど。ただ中日の方からするとその足を使った攻撃、まあ他にもいるんだろうな、高松の他に足を使えそうなのがね、うんうん、だからまあ高松を出すよっていうようなことで、うんうん、でまあ川越はまあ代打の一番手とか、うん、そういうので使っていくのかなというね、うん、意外と東京も座ってるしさ、川越っていうのは見てるとね、うん、なるほど。だからまあ勝負どころで使っても面白いかなというね、うん、まあそんな感じがするし、はい、あとやっぱこう中日はトレードしたりだとか、まあ現役ドラフトで来た、まあ細川とかね、うんうん、まあ、結構トレードに来た人間たちが結構勝負強さを発揮してくれてるのよね、うん、だからここのとこまあ宇佐美も打ってるしさ、細川もまあまあ最初から打ってるしさ、うん、だから川越が1枚入ることによってこれを打ってくれるようになってくると、うん、まあ非常にいい流れにはなってくるよね。なるほど、うん、中日のトレード多いですね。多いな、うん、だから立浪監督が監督に就任してから4組目、うん、ね、で1人は加藤をね、ロッテから無償で引っ張ってきたりだとかはしてるけど、うん、まあ、非常に新しい血をどんどん入れてるというかね、うん、それでこう元いた選手たちに刺激を与えてるという、うん、まあ、意味ではすごくトレードっていうのはなんでって思わないで、うん、そういうことかっていうふうな感じになってくれば、ね、うん、まあ一番いいよね。チームにとっても選手にとってもね、もちろんもちろん、ね、まあそれとやっぱ高松っていうのはもうね、うん、ダイソーしかっていうようなことだし、うん、でも西武行ったらもっと広がるかもわからないしね、うん、使われ方が、ね、で川越もね、今いろいろ頑張ってたけども西武ではあまりチャンスがもらえなかったという、うん、まあ中日に行ったら非常にチャンスはもらえそうな、うん、まあ、そんな感じがするよね。なるほど、うん、ね、まあ今回もね突然、まあでも豊さんね
そろそろトレードがあるんじゃないかな、うん、みたいな話ね。いやいや、オールスター入ったら、オールスターの期間中に、うん、まああるよとは想像してたけど、うん、誘われますね、まあ、ここがあるかなっていうのは、うん、ちょっと考えにくかったけども、でもやっぱ西武も動いたね、やっぱね。そうですね、このままじゃいかんということで、うん、まあ動いたということで、まあ両チームね、 B クラスから抜け出すために、まあそうだね。で今年のさ、うん、トレードの特徴を見てると、なんかすごくすぐ使われて、うんうんうん、すぐ活躍してるよね、みんなね。本当に。で最近新しいのは石川慎吾だとかさ、うん、ね、うん、そういうのがパパーンと打ったりだとかしてるし、ね、まあ宇佐美もそうだよ ね、 ね、で郡司もそうだし、そうですね、山本も投げてるしみたいな、うん、だから非常にトレードっていうのはなんか水を得た魚のように、ね、なんか活躍してる選手が多いから、ネガティブなことよりポジティブなね、こう、そう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 、くっついてきてますよね、うんうん、だからなんで出したのっていう意見がさ、なんでこんなに打てるのに出したのとかさ、うん、まあいろいろ言われるけど、うん、でももういただいた方もそれなりにも活躍してるし、うん、出した方も活躍してるということから考えると、うん、まあ本当にいいトレードに なることを祈ってるよね。ね、はい、はい、ということでね、うん、またトレードの速報でしたけれども、うん、はい、まあ、速報遅れないようにこれから出しますので、速報は速報で本当は出したいんですけどね。そうね、うん、はい、まあね、まあ、できる限り頑張りましょう、はい、できるだけ頑張りますのでね、はい、はい、またこの2人ね、球団変わっても応援してあげてください、うん、はい、ね、よろしくお願いします、はい、はい。